神護寺、神護寺は、京都州京区高尾にある高野山真言周囲、あと、結石本山の寺院。三号を、高雄山と号する。本尊は、薬師如来、海貴は、和け清陽である。京都市外の北西、あたご山、924メートル山系の高尾山の中原に位置する山岳寺院で、紅葉の名所として知られる。 清滝川に架か,かる高尾橋から長い山道を歩いた、先の山中に、近道、多方塔、大師道などの道具が立つ。新五寺は空海が、当寺や高野山の経営に当たる前に一時住した寺であり、最長もここで、北家行の講義をしたことがあるなど、日本仏教史上重要な寺院である。事号は詳しくは、神後国祖新言寺と称する、寺の根本資料である、 神護寺薬器や国宝の文革認人十五箇条起承文などにも、もっぱら神護寺とあり、寺の入り口の老門にかかる板札にも神護寺とあることなどから、本校でも神護寺の表記を用いる。神護寺はいずれも和家氏の指示であったと思われる、神願い寺と高尾山寺という二つの寺院が、天朝元年八百二十四年に、 事実上合併してできた寺である。二つの全新寺院のうち、神願い寺は、分け清七百三十三から七百九十九により八世紀の末頃に建てられた寺であるが、その所在地については、河内二条山説、山城の男山説など小説あり、いずれも決め手を書いている。また、山城の説の中には神願い寺を、岩清水、 八幡宮の源流として位置づける説もあるが、これも現時点では可能性の範囲に止まる。和け清麻呂は、奈良時代末期平安時代初期の高級官僚で、歴代天皇の側近として、平安慶仙都などに力を発揮した。また、そう、道教の皇位継承問題に絡んでる罪になった、ことでも知られている。聖徳天皇、女帝、後献天皇重祖の信任が扱ったそう。 道京は、八万大菩薩のお告げにより、行為を継ぐものとされていたが、聖徳天皇は真意を再確認すべく、和け清丸を、八万大菩薩が鎮座する九州の宇佐八万宮へ、派遣した。宇佐から戻った清丸は、宇佐八万は、進化の者が、行為につくことを望んでいないと想像した。これが、道教の怒りに触れ、清丸と姉の和け広虫、ホーには、 神語慶運三年、七百六十九年それぞれ、大隅とビンゴへ流罪となった。道教が実際に行為を望んでいたのかどうか、事件の真相には、不明な部分もあるが、翌宝紀元年、七百七十年には、聖徳天皇が死去し、天皇の辛抱を扱った道教は左遷され、入れ替わるように、清麻呂と広虫は許されてとに戻ってきた。 清麻呂が、和気市の指示である神願い寺の建立を願い出たのは、それから10年後の放棄11年、780年とも言い,い、少し後の延暦年間、782年とも言われる。神願い寺という事号は、宇佐八万の真意に基づいて建てた寺という意味である。延暦12年、793年には、神願い寺に、能登国の根伝五十兆が寄進された胸の記録。 類似国史初修があり、この年が神願い寺建流時期の加減とされている。もう一つの前身寺院である高尾山寺、または高尾寺は、現在の新五寺の地に古くから存在した寺院である。和気清まろの墓所が、今の新五寺境内にあるところから、ここも和気市ゆかりの寺院であることは確かだが、創立の時期や事情については明確でない。伝承では、 楽北の高上根、京都式宅高上根に鎮座していたあたご権限を、あたご山に移り座した際に、他のいくつかの山岳寺院と共に混流されたという。高尾山寺の歴史上の所見は、延暦十一年、八百二年である。この年、和家氏の当主であった、和家広よ、清丸の長男は、おばにあたる和家広虫、人死にの三周期を営むため、最長を、 高尾山寺に招請し、最長はここで、北っ会、ほっけ、ほ行の公設を行った。公認三年、八百十二年には空海が高尾山寺に従しここで、感情、密教の重要な儀式を行った。この時、感情を受けた者の使命を書き付けた、空海自筆の名簿、感情歴名が現存し国法に指定されているが、そこにも、 高尾山寺の寺号が見える。天朝元年、八百二十四年の大城寒布、類樹国史、類樹三大閣など書斎によれば、この年、神願い寺と高尾山寺の寺地を交換し、寺号を神後国祖神言寺とし、この寺は定学寺、官が保護を与える一定数の支持のことに捨せられた。寺地の交換が行われたのは、神願寺の所在する土地に、お会い、 汚れがあり、仏法の道場として、ふさわしくなかったからとのことである。ただし、最長、空海の名が巧妙になるにつれて、和気市の中でも両名が滞在した、高尾山寺を改めて宇治寺として位置づけようとした、際に、すでに宇治寺と位置づけられていた、神願い寺の存在が障害になったために、お会いを口実とした、寺地の交換という形で、 宇治寺の差し替えを行ったとする見方もある。新語国祖新言寺とは、八幡神の加護により国家鎮護を記念する新言の寺という意味で、この寺が密教寺院であることを明確に示している。新護寺は空海の後、弟子の実家や新勢が、別途、住職となって護寺されたが、平安時代末期には衰退していた。中世、新護寺最高に力があったのは、 平家物語などで知られる、武士出身の僧、佐都市であった。彼は、仁蘭三年、千百六十八年、新五寺に参詣するが、八万大菩薩の真意によって創建され、工房大師、空海ゆかりの地でもある。この寺が荒れ果てていることを嘆き、最高の肝心を始めた。その後、後白河法皇や源の頼朝らの援助を得て、寺の再興は進んだ。 文革自身は罪を得て、津島、沖とする説もあるに流され、入る先で生涯を終えたが、神護寺の再興は、弟子の上、佐藤氏、上閣行事によって冠水された。なお、鎌倉時代に、下厳州を復興し、鉱山寺を中高したそう、明恵は、城郭のおいで、やはり、神護寺に従したことがあった。修山街道の山城高尾バス停から清滝川を渡り、 徒歩、約20分、長い石段を登った先に、新王寺の老門が西を正面として立つ。老門を入ると、山の中原を平らに整地した境内が広がり、右手に、書院、分け高齢病、首郎、明王堂が立ち、その先には、五代道と毘沙門道が南向きに立つ。毘沙門道の後方には、大師道がある。五代道北側の石段を登った正面に近道。 その裏手の一段高いところに多方等が立つ。境内生涯には、地蔵院がある。転居、2000年、平成12年までに、指定の国宝、重要文化財の名称は、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。国宝、重要文化財の大部分は普段は、 京都国立博物館、東京国立博物館に帰宅されており、毎年5月1日から5日頃の、地方無支払い行事の際に、書院で公開される。河原家投げは、この寺が発祥とされる。境内西の地蔵院前の広場から清滝川の谷、金運家に向けて、河原家と呼ばれる素焼きの円盤、釉薬を使わない、土器製の酒を投げて、薬よけとする。 新五寺の高尾、西、明寺の薪を、鉱山寺の賭賀のを合わせて三尾と呼び、紅葉の名所となっている。京都市営バス、高尾バス停、JR バス山城高尾バス停下車、徒歩20分。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。